こんにちは。歴ショックです。今回は、藤原道長の父、藤原兼家の9人の妻の生涯について紹介します。兼家は、道長の実母、時姫を含め低い出自の女性を好み、それゆえに当初は正妻が決まっておらず、陽炎日記の作者としても知られる藤原道綱の母など、妻同士の兼家をめぐる熾烈な競争が繰り広げられていました。時姫が正妻競争を制する要因となったのは、天皇の妃となった二人の娘で、彼女たちの里帰り出産の世話のために時姫は、妻土井婚が主流の時代に兼家の邸宅に同居することができ、他の妻たちの嫉妬を買いながらも正妻の座を事後的に確立します。時姫の他にも兼家は多くの女性と関係を持っては捨てていき、中には兼家だけでなく息子の道隆とも子をなした妻もおり、正妻の時姫が早くに亡くなったこともあり、妻たちの関係性は混沌としていました。今回は、正妻競争に敗れた藤原道綱の母の陽炎日記により生々しい実態が伝わる、藤原兼家の9人の妻の生涯について、一人ずつ紹介していきます。藤原道長の実母である時姫は、下級貴族出身ながら位を極めた藤原兼家の正妻となった上に、娘二人は天皇の妃、息子三人が摂政、関白に就任するという、平安時代有数の玉の輿に乗った女性で、青年は明らかでないものの930年代の生まれで、兼家より数歳年下と推定されています。時姫も兼家と同じ藤原北家の家の出ですが、奈良時代の藤原北家の祖、房咲の時代に兼家の系譜とは分かれた大名流で、中納言まで上り包丁の神様としても知られる藤原の山陰の七男である時姫の父、中政は樹脂の下摂津の神止まりでした。時姫は現在判明している兼家の妻たちの中では最古参ですが、時姫に長男の道隆が生まれたのは兼家が24歳の時で、それ以前に別の女性と関係があった可能性もあり、時姫自身も初めから正室待遇ではなかったと推測されています。時姫は、他の妻たちと比べても特段身分は高くなく、陽炎日記の作者である藤原道綱の母に比べても和歌など文才では完全に劣っていましたが、そんな時姫が正室の座をつかめた要因が、この多さ、特に女子の存在でした。時姫は953年に長男の道隆を出産したのを皮切りに、966年の道長まで計3男2女を産みましたが、これは兼家の6男4女のうち半分を占めています。さらに、長女の東子は冷泉天皇に受代し後の三条天皇を設け、次女の晶子は遠雄天皇に受代し一条天皇を設けており、時姫こそが皇室とのつながりを作り、藤原氏の繁栄を築いたと言えます。970年に兼家が天皇に嫁いだ娘の里帰り出産のために東三条殿を新造した際は、夫が妻の元に通う妻土井婚が主流の中で、時姫は子供たちと共に東三条殿に移ったとされ、兼家との同居によって事後的に正室の座を手に入れることとなりました。当時は娘の出産の際は実母がそばで支えるのが一般的で、天皇のこの出産という異例の環境の中で時姫の地位も上がっていったのです。東三条殿に移り正室の地位を確実にしたのは結婚から20年近く経った後のことであり、それまでは藤原道綱の母など他の妻たちと競争する立場で、時姫と他の妻たちの争いの様子が道綱母の陽炎日記にもたびたび記載されています。東三条殿に移った時には、長女東子はすでに冷泉天皇のもとへ受代し、17歳の長男道隆も婿として家を離れていたとされ、道兼、道長、晶子の3人の子と過ごしていたとされます。やがて、978年には晶子が受代し、980年正月には末っ子の道長も元服しますが、道長の元服の前後に時姫は亡くなり、その年の6月に晶子が一条天皇を出産するのを目にすることは叶いませんでした。陽炎日記の作者として知られ、勅撰和歌集にも多数歌が選ばれた歌人として文学的知名度の高い藤原道綱の母は、兼家との結婚生活の中で様々な作品を生み出していき、現代に平安時代の実態を伝えた人物です。道綱母の父は、藤原北家長良流の藤原の友康で、紫式部の母と同じ系統にあたり、父の友康は正真の下止まりで苦行にはなれなかったものの、大国の国司を歴任し、御周囲和歌集に歌が選ばれるなど歌人としても活躍しています。
当時の平安貴族には成り行きで関係を持ち事後的に妾となる者も多くいましたが、道綱母に対しては兼家は友康を通じて正式な儀式を経て妻としており、世間的にも妻と認められる存在でした。道綱母は時姫が道隆、東区を産んだのに次いで兼家3番目の子道綱を産んでおり、この数では時姫がリードするも家柄も大差ない上に、和歌の際は圧倒的な道綱母が時姫を逆転して正妻の座を手に入れる可能性は十分ありました。道綱母も時姫に対抗心を燃やし、鴨祭りの見物では時姫の車の向かいに車をつけ挑発するような和歌を送っています。この二人の争いを道綱母から聞いた兼家は止めるどころか、食ってやりたいとは言われなかったと道綱母を好意的にからかう始末で、道綱母も時姫が次々と子を産み、自分には子が生まれない中でも正妻の地位を諦めていませんでした。時姫、道綱母の競争はそれぞれの従者も意識し、968年には従者同士で揉め事が起きており、道綱母は兼家が気の毒がってくれたと日記に書いていますが、同年には時姫の娘の東子が冷泉天皇に受胎し、正妻競争の決着はつきつつありました。同時期の道綱の成人後は兼家の訪問はめっきり少なくなり、兼家めかけの子で認知されていない娘を養女として引き取ることで、天皇に受胎させたい兼家の興味を一時的に引くことに成功するも、養女が有力者と結ばれることもありませんでした。兼家の足が遠のく中、道綱母は道綱を連れて般若寺の鳴滝ごもりに出て出家をほのめかすという事件も起こしており、世間体を恥じた兼家の迎えにも応じず兼家を困らせるようになり、兼家の心は道綱母からすっかり離れ、980年に時姫が亡くなった時点ではほぼ離婚状態となっています。兼家との縁が切れた道綱母にとっての希望は一人息子の道綱のみとなり、文才のなかった道綱に代わって恋文を代作するなど献身的なサポートをしていました。980年に彬子が遠流天皇との間に後の一条天皇を設けた際は、憎き競争相手の娘の出産ながら道綱の栄達にもつながるため歌を送って祝福しており、道綱のために兼家一族との融和第一に晩年は動いています。陰楼日記の更新は974年にすでに終わっており、後半生は定かではないものの、道綱を支えながら、夫、兼家の死の5年後に59歳前後で亡くなりました。町の工事の娘は、出自は定かではないものの、天皇の烙印の娘ともされ、藤原の道綱の母が955年に道綱を解任し、時姫と正妻の座をかけて競争している頃に兼家の寵愛を受け始め、道綱母に多大な辛労を与えた人物です。町の工事の娘のもとにばかり兼家が通う中、道綱母は同じく訪問が減っていた時姫に対し和歌を送り、時姫が軽くいなすといったやり取りも行われており、正妻競争をさらにややこしくしていました。道綱母は町の工事の娘に対しても競争心を抱いており、町の工事の娘が男子を出産した時は胸が塞がるように苦しい、男子が亡くなった時には気分がすっきりすると率直な気持ちを書き残しています。町の工事の娘は兼家と同じ車に這い上るとか、兼家の衣装を仕立てられず道綱母の元に依頼し突っぱねられるなど、教養のなさを感じさせるエピソードが多くあることから卑しい身分の女性とされてきました。ただし町の工事という地名自体、貴族の邸宅が並ぶ地域であることから、近年は道綱母が警戒するほどには身分の高い女性であったとされています。それでも男子の死後は兼家との交流は絶えてしまったようで、以降の消息は不明となっています。源兼忠娘は藤原の道綱の母が自らの養女に迎えた女性の母として知られる人物です。父の兼忠は清和天皇の孫にあたり、後年源頼朝も輩出する清和源氏の一族で、兼忠の母は藤原の忠平の妹と藤原氏ともつながりがあり、最終的には正真の下三義に上った人物です。兼忠娘は兼家と早くから関係を持っていたものの、道綱母と娘の養子縁組の話が出た時には父の不妊地である大見滋賀の麓で寂しい暮らしをしていたといい、娘も兼家に認知されず、兼家との関係はあまり良くなかったと見られています。結果的に道綱母の挽回策に利用される形となりましたが、
この養子縁組によって娘は金家に認知され、不遇な環境から脱却することができました。965年頃の生まれと推定される藤原道良の母である藤原忠元娘は、時姫が道長を出産する少し前の964年頃から金家との関係が始まったとされています。父の忠元は、藤原元常の兄、国常の子で、正真の城中納言まで登っていましたが、金家との間に生まれた道良は、大鏡に世の知れ者と記されるなど、何らかの障害があった人物とされています。それゆえに金家は、道良が生まれた後は忠元娘のもとへ寄りつかなくなったとみられ、道良も金家の正式な妻でない妾の子と記されています。ただし、金家の長男、道隆が道良を保護し、道隆の助力があったからか、道良は守護の城民部将遊まで登ることができており、道良は後に出家したと伝わっています。安子内親王は金家の20歳年下にあたり、あまり身分の高い女性がいない金家の妻たちの中では特に身分の高い女性です。父は村上天皇で、980年に金家の正室、時姫が亡くなった後、986年に摂政となった金家に正妻がいないのは不都合だからと、金家に正妻として押し付けられた人物と伝わっています。ただし金家は、安子内親王をつまらない女性と感じ通うのをやめてしまい、安子内親王は金家の訪問がなくなったのを不面目に感じ、心痛のあまり亡くなってしまったと言います。時姫の死後、金家はタガが外れたように多くの女性と関係を持っていたとされ、そんな中で自分の好みでない高貴な身分の女性とは反りが合わなかったものと考えられます。映画物語に性的に奔放な女性と書かれた藤原の国のり娘は、金家の四女にあたる安子を生んだ人物です。父の藤原の国のりは、紫式部の母方の系譜と同系統にあたり、従三位に上り苦行に列し、冷泉天皇皇后、政子内親王に仕えました。国のり娘はもともと藤原の実頼の愛人だったのが、970年の実頼の死後に金家の妾となり、女子も産んだことで金家の寵愛を受け、後に東三条殿に住まわされ、大能御方と呼ばれるようになります。娘の安子は、後の三条天皇、家定親王の内侍頭として宮中に入り、ゆくゆくは妃とすることを目指した金家の野望の駒として動きますが、金家の影響力拡大を懸念する家定親王からは疎まれ、子をなすには至りませんでした。安子は明るい性格で、周囲には貴族が常に集まっていましたが、その中で源頼貞と関係を持ち、宮中を追い出されてしまっています。国のり娘は、990年の金家の死後は、その息子、道隆とも関係を持ち、三条天皇の妃となる藤原の道長の娘、清子に仕える娘を産んでおり、父子双方と関係を持つ国のり娘を、道津の母は陽炎日記に嫌悪感と共に書き残しています。大助は、映画物語によれば、金家の長女で冷泉天皇の妃となった東子に仕えていたとされ、詳しい出自は明らかではないものの、時姫死後、実質的な正妻待遇にあった人物です。子はいなかったものの、金家からは好待遇を受けており、周囲からも正妻と認められていました。下級貴族は、管理の任命式である司飯の前には、金家の推挙を得るために大助宛に名簿を差し出すなど、金家の正妻格として実務面でも活躍した有能な女性であったとされ、時姫死後躍進する金家をそばで支えることとなりました。中将の宮住処は、金家晩年の正妻格の大助と同じ時期に金家の妾とされた人物です。父とされる藤原の金忠は、道長とは別系統の藤原南家の出身で、苦行に上り、金家死後は道長の下で寿二位大納言にまで上りました。しかし、中将の宮住処は、大助の陰に隠れ存在感がなく、子もできないまま忘れられた存在となってしまいました。最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございました。参考文献は、概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけると、チャンネル登録できます。Twitter、ウェブサイトでも、たくさんの日本史情報を発信していますので、よかったらチェックしてみてくださいね。